久保さん、また商品が届きました。これ何だと思います久保さん。久保さん、これ何だと思いますこれね、あの、コンセントですね。1100円か1200円でした。コンセント。これ今からレビュー動画撮ろうと思うんですけど。多分、コンセントのレビュー動画って多分、撮る人はあんまりいないと思うんですよね。まあ、何が言いたいかっていうと、 人がやってないものをやっ,あのやってみるってことですね。うん。なんか、あのー、まあ、それプラス、あとは、まあ、動画でもね、まあ、続き、続きみたいな話でもあるんですけど、要は、これ買ったらね、1000円ぐらいですけど、結局、買ったらそれで終わりじゃないですか。コンセントなんか、みんななんか電気屋さんでね、コンセント買ったらそれで終わりですよね。それをなんか、 うん、レバレッジ効かすというかね、コンセントにレバレッジ効かすという発想はあんまないですよね。でも、少なくても、この動画撮ることによって、あのー、なんだ、レバレッジが回るんですよ。まあ、当たるかどうかわかんないでしょで、実際に事例をご紹介するんですけど、僕、あの、北見市、あの車でね、北海道行ったんですよ。で、その時に、まあ、セミナーやるときに、あのー、コンセントの5メートルぐらいのね、セミナー会場で、その、 長いコンセントをちょっと欲しいなと思って、北見のケース電気に行って、コンセントを買ってきたんですよ。で、その動画をね、コンセント買ってきましたみたいな動画があるんですけど、それが、何回だっけな。ちょっと調べていいですか北見のケース電気。北見のケース電気。こちら、北見のケース電気、4800回回しますね。 北見市のケース電気がマジでやばいっていう動画なんですけど、これコンセント買ってんすけど、これ4800回回していて、で、実際じゃあ収益どれぐらい出てんのかっていうと、収益もちょっと公開しますけど、コンセントをただ買ってきましたっていう動画なんですけど、収益がえ約10ドルですね。つまり1000円ですね。だから、 多分ね、これいくらだったかなちょっと動画見返さないと、これ1分ぐらいの動画、1分24秒。1分24秒の、ただ北見での、北見市のところでなんか買ってきましたっていう。それしっかりと広告収益、約10ドルう、稼いでくれてると。<laughs> で、4000、今、何回だこれ。えー、4400回ですかね。4400回回ってると。 これ2年、3年前ですかね。ど、どうすかね。<laughs> だからやっぱ数こなすといろんなデータが出てくるんですよ。いろんなデータがね。まあこれは検索ワードが北見市のケース電気。まあケー,ケース、ケース電気っていうキーワードと北見市っていうところであのヒットしてる部分あるんですけど、なんかや、やらないとこんなデータ取れないじゃないですか。 うんでも1分30秒ですよ。ただ、買ってきましたっていう <laughs>。何があるか分かんないですから。だからやらないと可能性はゼロなんですよね。うん。だから、お金稼ぎたいんだったら、まあいろんなことにやっぱチャレンジしてみる、挑戦してみる。挑戦しないことには、新しい未来はないかなっていうところですね。新しい結果を得られる可能性はゼロだよと。うーん。 まあ、あとは、まあ、みんなやってるので、まあ、昔に比べると、その、YouTube に関しても、みんな始めてるわけじゃないですか。昔に比べるライバル多いですよ。で、その中でも、見られるようにしていかないといけないわけですから、だから久保さんも一時ね、あの、給付金の動画が当たって、給付金もめちゃめちゃやってましたよね。うん。だから、それも、給付金のやつ動画アップしたら、あ、結構すげえ来るなっ、つって、まあ、それかぶせてやってたと思うんですけど、 まあそれもやってないと可能性ゼロですよね。そう。で、その、あ龍馬さんでしたっけ龍馬さんも真似してやってましたけどね <laughs>。そう。まあそんな感じで、あの、ちょっと些細なことでも、しっかりとそれをレバレバッジかけるっていう意識がないとダメかなっていうところですね。で、今はそのテクノロジーがあるので <laughs>、 それでもお金稼げるんですよ。うん。まあ実際にね、あの収益も今公開してお話しましたけど、うん。でもまあやらないですね、それも。<laughs> うーん。まあやるかやらないかはあなた次第です。いってらっしゃい。